改めまして山田久です。さあ今夜も始まったぞ、ラルクアンシエルフライングラルクアタック。今夜も昨日に引き続き、うるさいなここもうここで話できないのに、なんでここから移動できないの。もうゲームセンターからにぎやかにお届け、ユッキー&山田のフライングラルクアタックをやっている俺がでかい声になってちゃうよそしてユッキー、僕はですね、バイオハザード3ずっとやってましたけれども終わっちゃってですね次のソフトいいのないかなと思ってるんですけど、バイオハザードがあればいいんですあれそうなの、なんだ。でもちょっとこれをね超えるぐらいの、どんどんリスナーもほらユッキーにおすすめして新しいヤバいゲームがあったら、さあ今夜も昨日に引き続き、ハイド、鉄、剣いないところでものすごい爆弾発言期待してますよユッキー。はーい、今夜の企画はユッキーが、俺どうしてもこれだけは大嫌いだというものをちょっと久々にがっつりとラジオに向かってシャウトしてほしいかなと、まあ、このゲーム、これはちなみにビートマニア、これに向かってシャウトしてもらうよじゃやりながらで、ユッキーはそういうことできるんでやりながらシャウトね、そうつまりラルクアンチシエル、わかりました、アンチは嫌いなので、だからまあ食べ物嫌いだとか、匂いは何でしたっけ、レコードの匂い好きで嫌いなのなかったよね、あと嫌いな音とか、あとなんだっけな、嫌いなタイプの人間とかいろんなものを適当に言ってもらいたいあのね、ヤバい名前の場合は全部後で入りますから、はい、ここざとばかりユッキー、ちなみにね、ハイドはね、鼻って知ってました、鼻知ってました、人の鼻、俺の鼻ちょっとでも触ったらこの野郎って言ってましたよ、触られるのかよ相当敏感らしくて触ってみようかいいやってやって、今度それ教えて、いや殴られちゃってさ山田に言われて触ったらさおっと言ってる間にもう早くもうユッキーの目つき、あ優しくない、険しくなってきたってことを熱く語ってくれそうだぞ。じゃあ行きましょう、まずは一つ目のラルクアンチシエル、ビーマニに向かってユキヒロシャウトカム、酢豚来たって言いながらまだビーマニやってるじゃあビーマニやりながらでいいから、どうして嫌いなの。酢豚はね、学校給食でパイナップルが入ってて、あセイムねえ、もう感じ悪いね、ダメっていうか果物じゃねえかよと、でなんだそのあんかけ具合は、そうそう、あマジでそうですか、僕ね学校給食のトラウマはいっぱいあるんですよ、学校給食のトラウマ、食べられなくなったもん、おっと持っていきましょうか、酢豚、そして食パン、あら食パン焼かないと食えない、あ給食ってそうだ、生で出たね、バターがそうだ塗るとボロボロあれがダメで、バターが塗るとボロボロにっていう、なるなる、っていうか生にバター塗れっていう方がね、ストーブあると焼いてた、あ一人だけでもそーっと焼いて、ですごい厳しい先生がいて、残すと5時間目も6時間目も置いてあるんですよ、ずっとユッキーの前に机には授業してるのに、食え、社会の教科書の横に、感じ悪い、感じ悪いんですよ、それ僕はそれで体を壊してすごい問題になったんですあユッキーすごい、じゃあそれでもユッキーは食べなかったんだ、食べなかった、それで問題にまでなり、その格好は今はきっと多分なんか PTA が登場してユッキー山動かしたじゃないですかいや僕食べないと返してくれなかったんですよ、だからもう夜の7時とか8時まで俺はそれとにらめっこで、それじゃあ先行とも嫌いになりますね、絶対食わねえ、ふざけんなちょっと涙も流してから子供ですからね、その頃はだからそっから機械しか信じないね、機械が好きにあるなぁもう酢豚そして食パン他にもあるわけよね、グレープフルーツ、グレープフルーツはどうして、グレープフルーツは食べたら吐いたからいやいやそれはちょっと今もう一回食べてみようよ、よく食べられなくなっちゃって本当に今もダメ、あれゆで卵は出てくるね、お菓子は嫌いなもんないんだ、じゃあお菓子はレーズンが入ってなければ大丈夫きっとそのレーズンも給食から来てんのかな、レーズンはね違う、本当に食べられない、本当、俺レーズンパン、でもレーズンパンダメ、あいいじゃんこう穴
そう、ほじくって。でそしたらね、横のやつが、残すのっつって食べて。汚ねえ、お前。人のレーズン食うやついるんですよ。一緒だな、あれ。さあ、まとめてみようっつってもね、多いんだよ。酢豚。食パン、特にバターつけろって言われた時ね、うん、そしてグレープフルーツ、これ吐いちゃうからで、ゆで卵、これゆで卵何でか聞かなかったけど、うん、多分吐いちゃうからそしてレーズンも吐いちゃうからとにかく弱いんだよ胃腸が以上ユッキー&ヤマのラルク・アンチシエルでした。